はい、皆さんこんにちは。本日は日曜日お休みですけど、頑張って撮影したいと思います。今日はですね、何をやるかと言いますと、じゃん、こちらの方にですね、カット苗採取していきたいと思います。先日ね、この太陽の再生工場の植物ちゃんたち、最後の3割ね、まだ中に入れてないんですけど、ほとんどがですね、これ再生途中でレンタルには今年は使えないかなといったところの植物ちゃんたちなんですけど、でもね、このままねハウスに入れて育ててもいいんですけど、やっぱりね、もう冬だからこれ以上はですねあまり成長しないんです。だから3月ぐらいはですね、枯れはしないけどこの状態でだいたいいい、でまた来年外に出す、ね、そして来年外に出したらこの子たちまた一回焦げるんです、ね、焦げて、再生するんですけど、天気次第じゃこのままの状態がですね何年も何年もね続いたりします、ね、そういうことをずっと繰り返しながら大きくしていったりするんですけど、ハウスの中もですねさすがにちょっと飽和状態なので、今回はですねこの子たちを使って、小鉢をね作りたいと思います。なので今からね、カットしちゃいたいです。はい、かわいそうと思うかもしれませんけどですね、皆さん、これもですね観葉植物を生かしてあげることの一つなので、かわいそうと思わないでください。植物たちね、生かしてもらうことが一番です。お魚を食べると思ってね見ていてください。除菌、今回はですね6種類30個ぐらいね小鉢を作りたいと思います。でなかなかねこういう形の小鉢はないと思うので、しっかりですね太陽で焼けた、ね、この子たちを生かしてあげたいと思います。どこに行ったかわからないようにね、一箇所に集めます。あ、そうだちゃんと箱を持ってきてましたね。はい、こういう風にまずはシェフレラちゃんから集めていきます。うん、いい苗ができると思いますよ。これはなるべく今回はですね小さいね、小さい小鉢を作りたいんです。小さい小鉢を作りたいんで、この辺かな、えい、ありゃ、そしてこう、皆さん知ってます、この先端、この先端がね生命力がね強いんですよ。だから刺し目をするときはですねこの先端をしてあげるといいですよ。 1,2,3,4,5 ね、あと一つカポックちゃん、どれにしよっかな。まあ、こういうふうにですね、小鉢を作る親株としてですね育てるっていうことも手になっていきます。その過程でですねなんかかっこよく親株が育ったら使ってあげる、これでもねいいんじゃないかなと思いますけど、はい、これでカポックが5個揃いました。次は何を取りましょうか。刺し目、つきやすい植物とねつきにくい植物があります。お、これを取りますかね、バンビーノ、えいえい、3ね、先端なくても大丈夫です。あ、でもこれちょっと傷が入ってますね、これちょっとやめときますか。4、4つしか取れませんでした。お、ちょっと待って、全然違うけど、これジェードちゃん生きてる、一つ、あのジェードどうなりましたかというねコメント来ていましたが、ジェードちゃんここ一つ生きてました、強っ。何を取りますか、ね、種類少ないんでね、よし、じゃああれにするか、あれに青ドラちゃん取りましょう。青ドラ、青ドラ
あ、ここにもあるけどちょっと大きいな、はい、こちらもね、青ドラ、ね、あとグローカルちゃんとありますけど、この子たちも成長がゆっくりなんで、カットしましょう。これはね、いい苗です。いいですよ、これは。ちっちゃいのをね、作りたいんで、ちっちゃい。これ。えい。えい。いやー、社長カットしないで、かわいそうと思いますよね。大丈夫、かわいそうじゃありません。そもそもですね、植物が痛いとかかわいそうとかやめてとか言ってないでしょう、ね、こんなこと言うと怒られるかもしれませんけど、ね、思うんですよ。植物の気持ち考えてあげてくださいってね植物が何か言ったことありますかとね。えい、よっしゃ、こんなもんでいいかな。1、2、3、4、5、よっしゃ、ちょっと一つ大きすぎたかな。あと一個小さいやつをカットしちゃおう。ほんとミニ小鉢を作りますからよ、これでいいですね。よし、あと今3種類何でしょう。今ねハウスの中の植物取ろうと思ったんですけど、ねシャワーが出てるんで採集できません。ずぶ濡れになってしまいます。何か落ちてないかな。5種類じゃなくてもいいや。何かないかな。さすがにこの子たちはねもったいないな。何かないかな。これも青ドラだな。何かないかな。お、あーグローカル、あ、これも後でカットしますか。捨てようと思ってたグローカルですけど復活してます。あちらの青ドラも復活してます。これもね先端を後でもらおう。これも切りたい、これもカットしたいけどもったいないね、これはね。お、いいの発見。お、いいんじゃないですか、これは。いただいちゃおう、せっかく再生したが。1、2、3、4、あれ1個足りない。よし、この赤も、えいえい。あれ、これは虫がついてる、貝殻虫がついちゃってます。これダメだ、綺麗だけどね。え、こっちもか。あ、こっちもだ。アリが寝てますね、ここ。アリが寝てる。これはダメだ、ダメだ。ってことはダメなんで、ここに刺しときましょう。こういうこともあります。これもやばいかな。こっちは大丈夫。あ、なんかいますね。これもダメだわ。もったいない。うん。あ、いや、大丈夫か。はい、皆様ごきげんよう。観葉植物クッキングのお時間でございます。本日は夏から秋までにかけて太陽の光をしっかり浴びて元気元気もりもりもりに育った観葉植物ちゃんたちの先端エネルギー満ち溢れた新芽ちゃんたちを使ってミニミニ観葉植物を作っていきたいと思います。本日ご準備した材料はこちらの6種類になります。シェフレラ香港カポック、斑入りの白のカポック珍しいですね。そしてアポロゴム、青ドラ、クロトン、カシワバゴム、バンビーノちゃんでございます。そして色味付け、色味付けでドラセナレインボーを準備しました。このような赤い色が入ってくると秋口、今から寒い時期、とっても温かみを感じますよね。はい、それでは私あらかじめ
ミニ観葉植物のパック土詰めで準備しておきました。こちらサイズ何号ポットだと思いますか？わかりません。とっても小さいミニポットでございます。なぜこれかと言いますと、最近はですね、いろんな鉢カバーがございます。中でも小さいタイプの鉢カバー、とっても種類が多くて手頃でございます。なのでなるべくですね、小さいポット苗、これを作っておくと、いろんな鉢で植物を楽しむことができます。皆様このようにならないようにしてくださいね。お水管理しっかり必要です。それではやっていきましょう。まずはシェフレラカポックから。土の方は刺しやすいように軽くふわふわと詰め込んであります。もう簡単でございます。真ん中にブスブスっと刺していくだけです。太陽の光をしっかり浴びているので、葉っぱとてもツヤツヤでゴツゴツしております。皆様の二の腕とあまり変わらないのではないでしょうか。このようにですね、刺しにくい時は葉っぱ取ってあげるといいです。で、刺しやすいような感じのこの枝を出してあげて、ブスッと刺してあげましょう。はい、たまにボキボキって折れることがあるかもしれませんが、心配しなくて結構です。はい、カポック完了です。そして次にアポロゴムちゃんを刺します。アポロゴム、成長がですね非常に遅いので、大鉢悪くなったら同じ形に戻すの3年から5年かかります。なのでこういう新芽を使ってですね、もう新しい小鉢を作り、大鉢ちゃんはですね休憩させてあげる、こういうことが必要になってきます。災い転じて福となす。寒さにも強くて乾燥にも非常に強いので、このアポロゴムはですね、水があまり入らないミニ観葉植物鉢カバーに非常に便利でございます。それでは次に青ドラをしていきましょう。青ドラちゃんも寒さに非常に強いので便利でございます。このように簡単にですね、ミニ観葉植物作ることができますので、皆様のご自宅で傷んだ植物があり、新芽がですね出ていた場合、こういうふうに生かしてあげることも、この子たち非常に実は喜んでくれるのです。はい、どんどん刺していきましょう。それでは次にバンビーノちゃんです。バンビーノちゃん刺しますよ。ブスブス。あら、とってもかわいい。なるべくミニ観葉植物を作るときは、乾燥に強い植物たちをですね入れてあげることがコツとなります。はい、それではクロトンです。こちら赤みがあるタイプもありますが、今回はこの黄色だけを刺していきます。感じではないでしょうか。そして最後にこの珍しいですよね、白の斑入りカポックちゃんです。これを刺します。この子は葉っぱがやわいので、あまりですね中の方に刺すと湿気って悪くなる可能性があるので、端の方にね押していきます。はい、こんな感じでよろしいんじゃないでしょうか。どうでしょうか皆様、観葉植物のお弁当箱の出来上がりです。あれ、2つ余ってるんじゃないですか。そうです、これ差し忘れではありません。実はここに2つ残っているんです。最後に赤みをつけてあげましょう。はい、
華やかになりましたね。場所はね、どちらでも構いません。これがこちらに入ってもこちらに入ってもいい感じになるのではないでしょうか。なんかない方がおしゃれなような気もしますが、その辺は皆さんお目目をつぶってあげてください。はい、観葉植物ミニミニタイプの完成でございます。はい、皆様いかがでしたでしょうか。今回は太陽の光をたくさん浴びて育った観葉植物、新芽の部分を作ったミニミニ小鉢を作ってみました。このような感じで元気いっぱいピカピカ葉っぱが光った植物たち、3ヶ月後ぐらいには発芽をしてミニ観葉植物としていろんなところで働き、お金を稼いでくれると思います。皆様、空いた時間を使ってこのようなことすぐできます。もし皆様のご自宅、オフィスなどに傷んだ観葉植物があり、新芽の部分綺麗だというものがあれば、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。新芽、非常に生命力にあふれています。ミニ小鉢を作るのには最適の苗となっております。今から寒い時期になっていますが、皆さんの生活している暖かく明るい空間なら今からでもできるかもしれません。ぜひ傷んだ観葉植物殺さず生かしてあげてください。管理としましては、今から寒くなってきますので、お水を一度しっかりあげた後は乾燥気味で育ててあげてください。なるべく光の当たる明るい場所、そして暖かい場所で管理してあげると発芽率も良くなるんじゃないかなと思います。これだけ挿し芽しましたが、挿し芽成功率は8割程度じゃないかなと思います。すべて乾燥に強く挿し芽つきやすい植物ばかりになっておりますので、皆様ぜひお近くに同じような観葉植物ありましたらお試しください。それでは今回の観葉植物クッキングはナターシャ・トミコ・ブラウン、私でお送りいたしました。 See you。 この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。